わー、やめました。おはようございます。おはようございます。今、茨城の日立駅に来ております。100年に一度の早起きデーです。めちゃくちゃ眠たい。現在時刻なんと4時。早えー。マジありがとう、起こしてくれ、うん、めちゃめちゃ機嫌悪かった、ジロ。今日はですね、日立駅っていうとこが海が見えて、うん、で、そこで朝日が見えるっていうね、うん、4時なのに人が多い、うん、ゴールデンウィークだからね。めっちゃ綺麗やな、うん、この綺麗な駅見たことないよね。見たことないね。日の出だね、ジョン君。全然違う方向見てるけど、あっちだからね。日の出ないから興味ねえよって。はい、じゃあ準備していきたいと思います。はい、おやすみなさい。おーい、起きろー。もう無理だよ。うわ、これ世界一の二度寝だね。やばいね。合法的な二度寝だこれ。本日二度目の朝でございます。おはようございます。こっから、うん、日本一、うん、長い滑り台に乗ります。長い滑り台に乗ります。おー、日本一。マジか。茨城にあんの。そうなんだよ、うん、やらかした。何？やばい。なんで？電気つけっぱあった。どうしよう。え？エンジンかかんない。え、ライト普通につけたまま寝てたってこと？そうそう。え、なんで気づかなかったんだろう。このライトつけてた？いや、こっちやな。消す、消す。あ、でも外出てないもんね。うわー、やらかした。どうしよう。どうしたらいいの？え、なんか連絡するしかないかな、JAF みたいな。え、レッカーされるの？レッカーはされないけど、ここでなんかバンってやってもらうんじゃないか。ちょっと調べていい？うわー、やらかした。釣りを取っていただければ、はい、ということで。あ、すいません、ありがとうございます。お、押さえていく。あ、はい、すいません。やっぱり電圧が下がってるみたいなんで。あ、本当ですか。はい、はい、つなげますんで。すいません、まあ、ちょっとこの状態でじゃあエンジン誰か紐をしていただけますか。あ、はい、どうぞお願いします。あ、保険に入っていたので今回は無料で直してもらいました。バッテリーが上がってしまった原因は前日駐車場に着いてからヘッドライトをつけっぱなしで寝てしまったからでした。いつもは運転席のドアから出て後ろ座席に行くのでライトを消していなかったらブザーが鳴るので気づくんですけど、この日は外に出ずに運転席からそのまま後ろに移動してしまったので気づくことはできませんでした。今後は運転席離れる前にきちんと確認しようと思います。おまけ、夕方に元気を出しに釣りに行きました。すごい。初めて釣った。やっぱね。すご
雪も綺麗だね。